なんかウェットティッシュとかいる？ウェットティッシュって何？汗とか鼻とかテカってるけど大丈夫、それいつも。それはいつ？はい、じゃあなに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 、いや、やっちまったなと思って、いろんな意味で。いや、やっちまったね。マジかやっちまったな。どうする、なんか別にどうするってこともないけどさ、なんか恥ずかしさが込み上げてくるよね。いや、なんかちょっと今、うん、冷静になっちゃった。うんうん、なるなる、顔見るとなるね。正直やっぱあの、こうやって明るいところを見るとうわーって思う。ちょっとあの、見れないっす、顔を。うん、顔見なくていい、結構です。見られたくもないで、こっちも。じゃあ、あの、酒残ってます？あ、酒ね、もうないよ。嘘。飲んでたんだ、さっき。ちょっと酒。飲みすぎたよ。酒を足したい。宅飲みでさ、やっぱ、ダメやね。やっぱ男女が、若い男女が二人いると。いや、正直その、うん、レオナだったら、うん、大丈夫だと思ってました。いや、思って、私だって。まさか、その、こういうことになるとは思っておりませんでした。いや、そっちだからね、さっき。いや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 、いや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 、そっちでしょ。いや、そっちでしょ。いや、だって、だって、違う、だってさ、先になんかちょっと、違う違う。違う。何？小指をさ、なんか、ちょろちょろってやってきた。違う。やってきた。なんか、猫カフェの真似とか言ってさ、猫カフェの猫の真似とか言ってさ、ともきがやってきたんじゃ、先に。いい、あれでしょ。それは本当に、だって、猫の真似しようとしたかった。いやどうする、ちょっとあのさ、言わないでね、ともき口軽いからさ。言うわけないじゃん。気まずいよ、誰に言うの。サークル内で広まったらさ、なんかあいつなんかやったらしいよみたいになってさ、なんかエロ男エロ女認定されてさ、そういう扱いされるかもしんないじゃん。いや、そんな俺も過ごしづらくなることやんないから。いやいや、なんか男はいいじゃん、女は過ごしづらいって言うでしょ。言わないよ、何、誰に。ヒロカとか言わないよ。いや絶対だって、ヒロカめっちゃ仲いいじゃん。言わない。それでさ、俺、うん、なんか後日ヒロカがさ、みたいな感じ、マジで ないからマジで疑うから。あ、てかさ、それ今日言おうと思ってたんだけどさ、うん、いるじゃん、まるちゃん。まるちゃんがともきのこと、あの、ちょっといいなっつってて、付き合いたいとまでは言ってないけど、なんか彼氏にしたら面白そうとか言ってて、付き合うといいじゃんと思って。今言う？ね、今ね、いや、そう、本当にね、こんなことになっちゃダメなんだけど。こんな後に言う話。いや、だからでも、ね、幸せになってほしいし、二人には。二人なんて、ともきの意見ないけどね、今。マジ、どの口が言ってんの案件なんだけど、それ。いやねー、この口でね、キモいこと言っちゃう。この口でチューすることになるとはっていう。キモい。やめて、やめて、やめて。うん、どうする？何が？え、これから。これからね。まあ。いろいろあるけど。その、どうす、いろいろっていうのは、その、うん。これ、二人の関係がね。うん。まあ、友達じゃない？それは。うん、私もそれが一番いいと思う。まあ、別に今まで通り、うん、今まで通り接する。いやー、でもなかなか厳しいけどね。ないからさ、私はそういう、こういう経験が。いや、俺も。突発、まあ私もさ、そのさ、女性ホルモンのバランスとかさ、あと彼氏に振られたとかさ、いろんなことがあってさ、バイト先の店長がうざいとかさ、なんかそんなの重なってのはこれだからさ、めっちゃリアルなケースなのね。いや、まあ別に、それは俺も一緒だから。友達はもわかんないよ、そんなさ、手出しまくってるのもしない。猫カフェもなんか手慣れたって言ってる。いや、この、猫の手が手慣れてた。いや、俺も別に本当に、うん、いや、本当に、前にちょっとそういう、バイトとかで、まあ、ちょろっとは、あるかないかぐらいのことだから、うん、別に本当そう慣れてるとかじゃない。いや、がっつり友達だからさ。いや、そうよ。その、別にね、そう、別に私もその、なんだ、あの、ワンナイト的なことはあるよ、そりゃ、あるにはね。けど、その、こういうがっつり男友達みたいなのとさ。いや、しかもそのがっつり仲いい友達だから。困ったね。え、これから誰にさ、いろいろ相談とかしたらいいの？相談？な、どういうこと？いや、だからさ。ああ、ここが？ここの関係が変わるってこと？そうそう、だから。まあ、ないでしょ。
え、その普通にさ、うん、恋バナーとかさ。え、するする、全然するよ。できる？私好きな人だし。あ、そうなの。うん。あ、まあ、もう別に、まあ、で、まあ、相談してくれてもいいけど、うん。してくれてもいいけど、うん、まあ、そうか、今まで通りに行くかな、みたいな。まあ、行くか、別に。大丈夫でしょう。もう、そうか、別に、まあ、だからもう今日終わったら別に。もう普通に友達。ちょっと一応さ、うん、で明日もまあ会うわけじゃん、そのサークル。うん、まあ大学でね。うん。練習とかしとく？こう。なんの？いや、だからこうみんなの前で。いや、違う。いいよ、そんな話しなくて。ちょ、なんか、出ちゃうじゃん、その、あいつら昨日なんか、あったかも、みたいな。あ、はいはいはい。その、男と女の感じが出るみたいな。そうそうそう。ちょっとあの練習しといた方がいいかもしれない。どうやってやんの？あのおーっつって私が？うん、ああ私が入ってくる感じで。そう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 。はい、じゃあスタート。おーお疲れー。おー、いや、ほんと高いじゃん、いつもより。ちょ、マジ。いや、おかしいよ。なんか緊張しちゃった今。お疲れー。おーお疲れ。うん、目合わせてないとおかしいと思われるよ。オッケーオッケー。だから2人で飲んでることは私知ってる人いるから。お、疲れ。いや、もうこれ、いや、混ぜちゃってんじゃん。ちょ、待って、匂わせじゃん、それ。うん。やってみ？はい。あの、オッケー、俺がね。ごらん。おう、お疲れ。お、お疲れ。めっちゃ下手じゃん。あ。いや、あ、あとか言っちゃってんじゃん。触っちゃってるから。いや、もうバレる、バレる。これバレる。バレる、バレる。でも、こういうのあるよね、なんかあの。ほら、バイト先でさ、こすつけててさ、こう、お疲れみたいな。あるあるある。うん。まあ、あれはね、カップルのやつだから。それやっちゃダメだから。うん。いや、無理だわ、なんか、追求されたら。まあ、だから、そうだな、本当に普通に、うん、おうだけ言って、うん、あんま何も喋んない方がいいかもしれない、明日は。あ、ほんと？ OK、じゃあ、喋りすぎない、でも目を合わせる、普通が分かんないよね、もはや。いや、だ今までがどうだったかがもはや分かんない。なんかさ、そんなガツリ喋ってなかった気もするし、喋ってた気もするし、てかさ、触ってたよね、普通に。うえーとか。うえーとか。そこがさ、なんかさ、ダメだよ、なんか、うえーとか言ってさ、はっみたいなさ、うん、昨日思い出してるみたいなやつやったらダメだからな。うん、昨晩思い出しての反応とかしちゃダメだよ。キモい、なんか、キモいって言ったら。キモい。おじさん入ってるかな。キモい、キモい、キモい。ああ、だからそうだね。うん。いや普通にやっぱ、あの、うん、あの、全然これまでと変わらずといった具合でまとめさせていただいてもよろしい？はい。うん。え、じゃあ、今日、うん、え、今日はさ、うん、帰った方がいいか、さすがに。え、帰ってよ。まあまあ帰れる。ネットフリ見たいもん。いや、まあ別に、その、うん、俺まあ今日朝まで、うん、別にその、なんも、もちろん、もちろん何もする気なかったから、うん、その朝まで行って、そのまま大学行ってもいいかなって思ってたんだけど。いや、なんだかんだやっぱめんどくさいよ。人の家泊まってからの講義って。そうだよね。うん。なんか、泊まったらまた発情してきてる。キモキモ。ないからもう。もう過ち以外の何者でもないんだから。まあまあ。うん。まあそっか。まあだから終電あるうちに帰っていただいて、はい、といった感じ。まあめんどくさいだろうけど、ごめん。いや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 、まあじゃあそういうことで、うん、明日からも、うん、いつも通りとさせていただきました。はいはい。あ、ゴミだけ捨てて帰ってね。はい。下にバッグ。バッグそっち。あ、じゃあ、はい、お疲れした。お疲れ様でした。ちょ、マジマジで、こんなこといい、ちゃんといい、いいいい、マジでやめてよ。明日からほんと普通にしてよ。うん、もちろん。おい、おつ。はい、お疲れ。